テンプスラムチャンネル始まりました。よいしょ。テンプスラム吉原です。どうしろきです。はい、ういし、音信不通です。はい、ということで、二人でやっていきたいと思います。本日は、伊藤野茂選手のすごかったレース集。おやってなかった。やってなかったんですよ。やってなかったんですすごいレースですからね、はい。はい、伊藤野茂選手も浜松のカリスマですからね。うん、まあ、やっぱり、すごいレースありますよ。なんか、今でもいつも優勝戦乗ってくるようなイメージあるよね、うん、もう49で50だからね、うん、伊藤野茂選手、うん、もうベテランなんですけどもね、はい、スピードにこだわる男の、はい、すごいレースをね、はい、ちょっと皆様にお届けしたいなと思います、はい、ということで、じゃあ早速見ていきましょう、うん、1本目こちらです。川口オートレース賞で行いました全日本選抜オートレースの優勝戦でございます、はい、これね、うん、10名同分なんですけども、うん、この時の8号車の田中茂選手、はい、もう圧倒的な強さでね、なるほど、もう田中茂選手とか売れてたんですけれども、うん、まあ伊藤野茂選手が、はい、もう懲罰のスタート決めて見せてくれるんで、はい、うん、ちょっと見ていきたいなと思います。そしてですね、この伊藤野茂選手、このレースの、うん、まあ1年かそこは前にもう大腿骨を骨折するね、お大怪我を負ってるんですよ。1年か2年ぐらい前かな。あ、そうなんだ、はい、それを乗り越えての SG 優勝なんで、はい、それもね注目して見ていただきたいなと思います、はい、ということで見ていきましょう。どうぞ。テトム誰が勝っても全日本選抜初 V であります。5秒を切りました。スタート3秒前、全日本選抜優勝戦スタートしました。さあ 10m オープン、今日も松山が行きました。そして外からは6番の有吉達也、さらには7番の伊藤信夫、そして田中茂は後方7番手からの発進になりました。さあ先頭は2番の松山茂康であります。地元浜松で G1 初制覇、今乗りに乗っています。2番の松山が先頭であります。その内側から7番の伊藤信夫、さあ伊藤信夫が突っ込んでいった。7番の伊藤信夫が突っ込んでいきました。これは田中茂にとっては絶対絶命であります。さあ7番の伊藤信夫が先頭に上がりました。ここからどこまで引き離せるか。2番手は2番の松山茂康、そして6番の有吉、その後ろから1番の深谷、そして8番の田中茂、じわじわと上がってまいりました。1番の深谷を捉えにかかります。8番の田中茂、まだ深谷を突破するのに手間取っています。ようやく3コーナーでは4番手に上がりました。先頭は7番の伊藤の棒であります。じわじわと引き離していきます。7番の伊藤の棒、2番手2番の松山茂康、3番手6番の有吉達也、その後ろ8番の田中茂。さあ田中茂、ここから前を抜く3者バッタバッタなぎ通せるか。3コーナーでは飛び込んでまいりました。田中茂ようやく3番手に上がりました。残りはまだ6周あります。先頭は伊藤信夫、伊藤信夫が先頭です。2番手2番の松山茂康、果たして全日本選抜初めてこの全日本選抜の優勝旗が遠州の地に渡るか。先頭伊藤信夫、2番手松山茂康、浜松勢がレースを引っ張っている。3番手8番の田中茂、松山のインを狙いますがまだいけないか。まだ田中茂は3番手であります。ちょっと SG4 連覇ピンチか。田中茂はまだ3番手、先頭は7番の伊藤信夫です。2番手2番の松山茂康、3番手8番の田中茂、その後ろ有吉達也が続いて残りは4周であります。さあ伊藤信夫リードはまだ3写真しかありません。2番の松山がついていく。田中茂はもう生も根も突き果てたという感じか。田中茂はまだ3番手を回っています。しかしまだまだ絶対絶命という位置ではありません。残りは3周へと入りますが、先頭は7番の伊藤信夫だ。リードは2写真半です。2番手2番の松山茂康、浜松勢がレースを引っ張っています。かつては存続問題で多くのファンに勇気をもらいました。今度は僕がファンに勇気を与えたい、そう話していました伊藤信夫。なんとこの一戦シゲルストッパーは伊藤信夫なんでありましょうか。残り2周を切りました。先頭は伊藤信夫であります。さあ2番手2番の松山茂康、3番手田中茂飛び込んでいく。田中茂飛び込んでいきますが、 SG4 連覇は泡と消えるのか。 SG4 連覇は夢と消えるのか。残り1周であります。よくぞ大怪我を乗り越えてここまで来ました。伊藤信夫が先頭だ。相手は関係ない、己との戦い、そう話していましたが、己に打ち勝って伊藤信夫が先頭だ。最後は渾身のツッコミを見せた田中茂は2着。茂ストッパー伊藤信夫。伊藤信夫選手ね、スタート、ね、3番手から、ね、はい、有吉選手をまくって松山選手をね刺して、うん、で最後田中茂選手が追い込んできたんですけども、ね、はい、うん、まあ伊藤信夫選手のねスピード、いやなんかスピードはすごいね、グングンみたいな感じで、うん、まあでも田中茂選手もすごかったな。だけど、うん、すごいね、怪我明けで、怪我明けっていうか、まあ、怪我してしばらくちょっとね、しばらくしてね、うん、
まあ、大腿骨骨折する選手結構いるよね。いる。でも大腿骨やっちゃうと結構選手生命に関わるから、うん、危ない。しかも左足だったかな。ああやばい。左足やっちゃうと結構ね厳しいんだよね、大谷さんは。まあ、ピッチャーでいう、もう肩脱臼みたいなもんね。肩肘ぐらいの。それでも今でもね、うん、活躍してるんですね。そう、素晴らしい。はい、うん、で、続いて、はい、伊藤信夫選手のすごかったレース2本目見ていきたいと思います。2本目こちらです。川口オートレース場で行いました、うん、スーパースターシリーズの優勝戦でございます、うんうん、これ最後の最後に、うん、伊藤信夫選手に最後まで分かんないやつね。そう、まあ運というか、うん、本当最後の最後まで分かんないレースだったんで、はい、ちょっと見ていただきたいと思います、はい、ということで見ていきましょう。どうぞ。プロドライブスタートまでは3秒前。11レースシリーズ優勝戦スタートしました。10メートル角度がついています。内枠勢がやはり好スタート。阿部は叩かれました。東尾の好スタート。しかし3番の影がすぐさま外につけたんですが、やや滑っているか。内を救ったのは西原智之。西原がすかさず2番手と上がりました。影は3番手交代。自分の形に持ち込めなかったのが3番の影であります。ここ1番スタートはどうだったのか。影、西原智之が2番手と上がっています。後ろの方から伊藤信夫、池田正和、この役者2人が上がってまいりました。池田が伊藤信夫の前にできています。4番の森克幸、現在は中段の位置になりました。森は現在中段です。残り6周切りました。さあ先頭は西原に変わった。東尾を攻略しました。西原智明が先頭、外にぴったりマーク2番の東尾の、そして3番手の際は池田が加賀の内側を狙っていきますが、加賀もここはなんとかしのぎたいところでありますが、こじ開ける、こじ開ける、格上のさばきを披露する池田が3番手へと上がっています。伊藤の棒静岡タイムでは池田を上回っていますが、現在は4番手の位置。さあ東尾のがやや先頭と車間が広がって、ここで池田が鋭く突き刺しました。2番手へと上がっています。東尾の伸び一息、3番手4番手交代。伊藤の棒が3番手上がってまいりました。さあ池田、伊藤、この2人が西原に襲いかかるというそんな構図になりました。さあ西原が抑えきれるかどうか。西原は久々の優勝もかかっている。そして記念クラスの優勝は初めてということになりそうですが、さあしのげるか。残りは3周回。しかし池田が許さないか。先頭2番手の間隔はだいぶ縮まってきている。伊藤の棒もまだ圏内か。その後ろ車間が空いて2番の東尾の、加賀は今日は精彩欠いています。先頭5番の西原智明、さあ後方では落車があったんでしょうか。先頭5番の西原智明、8番の池田が2番手、7番の伊藤の棒3番手。先頭2番手の間隔は着実に縮まっている。さあ西原が久々の優勝か、それとも池田が許さないのか。池田が差を詰める。3番手が伊藤の棒、この3人のバトル、残り1周回、最終周回に入っています。さあ西原智明、2013年11月以来久々の優勝になるか、許さないか。池田がインコース入ってまいりました。最後の最後に見せた。しかし波乱だ、波乱だ。伊藤の棒が左右し捉えて、最後ゴッザンザシー、最後にどんでん返しが待っていました。まあ、最後ね、うん、5と8位が、うん、外吹っ飛んだところ見事さばいて、はい、まあ、そのチャンスを逃さずっていう、そう、うまさがある、うん、そういうなんかツケがあるというか、うん、まあそこもね、運も実力のうちですから、うん、運というか最後まで諦めずに狙ってるからできる、うん、そうね、ことだからね。で最後もちゃんと、ね、うん、綺麗に外張っての差しだったから、もう、まあ、あと前の2人もなんかやっぱり後ろから来てるっていうプレッシャーも多少はね、うん、あるわけだ。客すごいね、川口この時に。これスーパースター王座決定戦の前座レースだから、その次のレースがもう、あ、もう一番客入ってるぐらいの感じね。王座決定戦だからね、はい、うん、まあ、この日見てましたよ、うん、ドヒャーって言いました俺。あ、最後、うん、え、勝ってたの、その前の2人を勝ってたの。そう、あ、俺5で勝ってたの。あ、5758で勝ってたから、うん、やったーと思ってたら、うわーってなって、なって、はい、まあ伊藤信夫選手、まあ、素晴らしいレースでした。素晴らしいです、はい、はい、で続いて3本目見ていきたいなと思います。3本目こちらです。須崎オートレース賞で行いましたオートレースグランプリの優勝戦でございます。スーパーハンデ青山周平選手見るんですけどもね、うん、これ伊藤信夫選手、超久々の SG 優勝となるんですけど、はい、うん、この有吉選手との激しい争いにも注目して見ていただきたいなと思います、はい、ということで見ていきましょう。どうぞ。プロドライブ5秒を切ります。オッズパーク杯第24回 SG オートレースグランプリ優勝戦スタートしました。さあ誰が行く、有吉、さらには5番の伊藤の棒、佐藤高也が内側で抵抗できるか。5番の伊藤が2番手スタート。まずは棋戦を制したのは有吉達也であります。さあ伊藤の棒が間髪入れずに内を叩き込んでいく。伊藤の棒がまずは花を切る展開になりました。さらには優勝戦人気の長井は3番手の位置、青山周平でありますが、
2周1コーナーではまずは2人さばいて6番手のポジション取りであります。先頭は伊藤の棒であります。伊藤の棒がレースをリードしています。開催3日目から連勝中、まさに急上昇気配の5番の伊藤の棒であります。2番手に有吉、さらには永井大輔、思想タイムは 3.32 になりました。道中戦の動きはどうか。4番手には佐藤孝也、さらには6番絶対王者高橋光が続いています。そして青山周平がさあ高橋を見定めながら、この3コーナーで早めに捉えたい青山でありますが、まだ中断だ、まだ中断だ。4コーナーを立ち上がりまして、残りは7周回、先頭は伊藤の棒でありますが離れません。2番の有吉、有吉がさあワンチャンスあるんでしょうか。この動きはワンチャンスありそうであります。3番手は7番の永井、そこから感覚外で4番の佐藤孝也、さらには高橋を捉えた。さあ来た来た来た、青山周平中段5番手に上がっています。残りは6周回、通常ですとここから一般のレースになります。さあまだ6周残っています。そう、有吉が、有吉がさあ捨て身の切り込みを見せる。この有吉の走りはまさにファンのハートをわしづかみであります。大伊藤の棒がやるかしています。残りは5周回、さあドラマはまだまだこれから待っています。5番の伊藤の棒がレースをリードしている。有吉さあ全身全霊の競争であります。風雲急を告げる優勝争い、3番手は永井、4番手に佐藤孝也、青山周平5番手の位置、まだまだ接近戦だ。残りは4周回、5番の伊藤がレースをリードしています。2007年の全日本選抜以来久々の優勝を目指して5番の伊藤の棒でありますが、2番の有吉も数多くの挫折を乗り越えてどうしても勝ちたい SG 制覇であります。4コーナーを立ち上がって残りは3周回、伊藤の棒が引っ張っています。伊藤の棒さあ我慢の競争になっています。これは我慢比べ、おっと2番の有吉がやや滑る感じになりました。永井が3コーナー切り込んでくるか、有吉が抑える、有吉が抑える。4番手には青山周平の姿があります。4コーナーを立ち上がりまして、残りは2周回、さあ猶予は残りわずかであります。単独スーパーハンデの SG 制覇を目指しまして青山周平、しかし残りはあと1周半しかありません。さあスポットライトがこの5番の伊藤の棒に当てられようとしております。4コーナーを立ち上がりまして、残りは1周、ブルーフラッグを通過しました。5番の伊藤の棒、まさに完全復活を告げるそんな走りであります。2番手は有吉、こちらもあっぱれの10周回でありました。青山周平10戦からの追い上げ、3番手まで勝ったのは伊藤の棒、久々の SG 制覇。2連単5番2番6770円、2連複25 4230円。最初ね、有吉選手行って伊藤の棒選手が刺して、また差し返してのね、あれだったんですけど、やっぱスピードだけじゃなくてうまさもねあるよね、普通にね、まあ、超一流選手ですからね、まあ、あと青山周平選手の追い込みもすごかったな、すごかった。ただちょっとこのレース俺有吉選手が勝ってたよ。わあ、じゃあ有吉選手を応援してたけど、そう、まあでも伊藤の棒選手の超久々優勝も見れたっていうことで、まあ見てて満足のレースでしたかね、はい。青山周平選手もすごい追い込みで、いやこのレース本当にいいレースだったなと思います。いいレースばっかりしね、今日もそんなね、伊藤の棒選手すごかったレース3本、お届けしたんですけれども、はい、まあ、これ以外にもすごかったレースあるよっていう場合はね、コメント欄にコメントしていただけたらなと思います。そしてですね、伊藤の棒選手の選手紹介とかもやってますんで、はい、そちら概要欄に貼ってありますから、ぜひご覧いただきたいなと思います、はい、ということで本日の動画はこちらで終わりにしたいと思います。この動画良かったと思ったらチャンネル登録高評価いらっしゃいます。おっす、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。